チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。内藤陽介の世界を読む。本日もよろしくお願いいたします。ますえっと、うんうん、実はこの間あのーはい、前回収録してたのが2月の10日だったんですけど、はいえー、日本時間の2月の10日にアカデミー賞でパルサイトが作品賞その他を受賞したと。すごかったですよね。で、関連のパルムドールと2巻, 2>、えー、2巻っていうのは55年ぶりという55年ぶり65年ぶり<あ>なんかすごい。 あのね、半世紀以上ぶりの,なんかの海外の映画っていうことで、ええ、2つ撮ったのはすごい久しぶりの快挙だということもあってあで、まあ、韓国ネタということなんで久しぶりにですかもともと行こうと思ったんですけども、うん、そういうこともあって翌日あのしっかりこう見てきましたと。 地元に行って見てきたんですけれども、まあ、それでまあちょっと「パラサイトネタに」に、まあ、人気に便乗というか我々もパラサイトし、うん、<laughs> 私はパラサイトしてきましたけど我々もそのこの番組も映画にパラサイトさせていただこう <laughs>、うん、ありがとうござい,ますということで,ことでネタがない時は人にパラサイト、はい、であの思います。であの多分今回と次回と2回に分けてお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、そう実はこの,あのポン・ジュノー監督はあのネタバレをしないでくれということを非常に強く言っておられてるそれはまあ あの監督としては当然だと思うんですがただ、どうしてもあの批評その他になるとあ,のある程度、ネタバレをせざるを得ないのでえとすいません、今回の番組についてはネタバレが嫌だという方につきましてはあのご覧いただいてから見ていただくということでそれはあのご容赦いただきたいと今回,まあ今回はまあ背景的なことなんでそんなでもないんですがちょっとまあねどうしてもネタバレはせざるを得ませんのでその辺はすいませんご了解いただければと。 思いますでですね、えー、とパラサイト自体はあの、まあ、これは、あのー、韓国語のオリジナルサタイト規寄生中」だったんですがあいわゆる「寄生」ということでその「パラサイト」なんですけれども、うん、あのというのが英語その他でついていて日本語だと副題であの「半地下の家族」というのがついていて、うん、これが一つの重要なキーワードになってるんで、えーとまあ、半地下というのがあの、まあ、韓国特にそのソウルをはじめとした大都市の貧困の 象徴みたいなことを言われてたんですが、えー、そこでちょっとまああの住宅事情その他の歴史みたいなことで半地下のことをちょっとま,あまずは話をまとめておいた方がいいと思うんですね。であのよくですねあの半地下に住む人たちがあの貧困だ貧困だということを言うんですけれどもあの実は歴史的に見ると必ずしもあのいきなりそうならない。 あのまあ、朝鮮半島の歴史いろいろあるんですけれどもあの韓国が、まあ、とりあえず1953年に朝鮮戦争が休戦になってある程度落ち着いてくるわけですけれどもそれ以降ですね一貫してソウルって住宅不足なんですよ<ー>現在に至るまで基本は住宅不足なんですそれって住宅不足ってことは人口が密集しちゃってす要するにキャパに対して人口密集<ー>あるいは朝鮮戦争の直後だと破壊されちゃって、うん、そもそも住宅が足りないとかあそういうことがあるんですね。で もともとソウルをはじめとした大都市の古典的なそのスラム街っていうとですねあのこれはむしろ半地下というよりも山とか山の急斜面とか、うん、丘の上とかそれでもお墓なんかがあったんで、うん、そういうところだったんです、うん、建てちゃったりっていうのがあってこれがあのだからねあの古典的にはドンネいって直訳するとあの月の街要するに月に手が届くような高いところにある街っていうのが貧民街の象徴だったんですよ、うんで。もちろん、うんあのね、ソウルの街の構造って っていうのはあのちょっと頭に置いていただきたいんですけどあの現在はあのハンガンという川が真ん中流れてそのハンガンの南側のカンナムっていうところもこれがあの高級住宅街になってますがこれができていくるのは70年代後半以降基本的に8年代のソウルオリンピックの,あの開発をめに合わせて開発されたところで新しいんですね伝統的にはあのハンガンの北側だけなんです。で伝統的なソウルの旧市街ってハンガンの北側だけで三で方でがね山なんですよ。 で、北と東西とか山にこう囲まれて、その盆地で、で、川が南にあるだから鎌倉が。要するに、み、あの、背後山に囲まれて、海があって、防衛しやすいって、あれと同じ発想の街なんですよ。なるほどもちろん、あの風水とか、あの辺の人たちをこだわって、そこを選んだってあるんだけど。はい、で、その山がこうあってから、その北側のところっていうのは、あの、観音エリアも坂がないわけじゃないんだけど、非常に坂が多い。ところなんですね。うん でそれである程度のところまではあのこう高級住宅山の手の高級住宅街で低地のところが川に近い低地のところがあの割と貧民街みたいな形があったんだけどそれを突き抜けちゃうと本当に道とかないようなところに貧民街みたいな住んでたけどだから例えば山がちのところにあの高いところにその貧民街ができるっていうのは例えばリオデジャネイロもあそこも山が非常に多いところですけどファベーラっていう。 貧民地区っててのはこれ山にでできていくんですよね<ー>だから山がちのところに貧民街ができてくるっていうのはあの実は世界的には例がないわけじゃなくて、うん、でそういうところにあったんですでそこを不法に占拠して貧民層がついて、うん、そ,それとは別の割と中心部のおしゃれなその山の,あの王宮に近いような山のエリアというのもあってと、うん、いうところなんですね。でところがですねこれがあのじはんでこの時代は半地下とか作ってないです。いわゆる平屋建てがほとんど あってもその3回ぐらいまで,でこれがですねあのガラッと地下というものが一気に注目を集めるようになってくるのは1970年なんですよで。それまでもなかったわけじゃないんだけど当時あのパク・チョンヒの時代に建築法が改正されて新規にその住宅を建設する場合には地下施設を作れとでこれ防空壕にするということを意識してシェルターをつこれと。これは地下施設というのがが規制があって そののの部屋の3分の2以上が地下に潜ってるとだから <laughs> あの全く地下を全部作っちゃうのは高いから少し出てて少し掘って、うん、そこにしばらく避難できるような結局ソウルというのがこれが地図見てもえだと分かるんですけど38度線というか軍事境界線から車で1時間ぐらいで行けちゃう、うん、近いですよ、ね、だから実際北朝鮮が朝鮮戦争始めた時に3日で制圧しちゃうんです奇襲攻撃で。うんで だから例えばミサイルなんか、まあ、核じゃなくても普通のミサイルなんか撃ち込まれちゃって破壊されるってこと、うん、北が軍事強化戦を越えなくても北朝鮮の領域からミサイル撃てばいけん破壊されちゃう可能性あるし、はい、空爆なんかもされちゃったらすぐなるわけですよ。うん、で70年というのがじゃあどういう時代かっていうと実は1968年にはね青瓦台襲撃未遂事件というのがあって、はい、要するに北朝鮮の工作員が 軍事強化さんは密かにこうやって大統領館で青瓦台っていうのが調和でっていうのがこれがあの旧市街のああのま京北郡っていう王宮側の旧市街北側に端っこない北の山のふもとにあるんですけどそのさらに山のふもとの側に立てたのが大統領館なんですよだからさっきの地形的な話で言うとあの調和で青瓦台の写真なんか見ていた後ろに山が写ってるのがわかる だからあの辺では高台になっててっていうことなんですけどもその山に山の中山の近くまで来ちゃって、うん、でドンパチやって結局それは撃退されたんだけどパクチョンヒ暗殺事件っていうのが68年に起こってるわけです。うん、でこれに頭きたパクチョンヒがキム・イルソン暗殺部隊っていうのを作ったんだけど結局まあ作戦中止になったっていうのが、うん、これがあの「シルミド」っていう昔流行った映画があるんですけれども、うん、だけどどっちにしてもそ,のそういう時代ですよ。 だからとにかくソウルが攻撃されるという緊張感があったんで新しく住宅を建てる時はとにかくそのいざ戦争になった時に避難する場所を確保しておけばだから例えば地下鉄なんていうのは1970年代から韓国できますけれども、うん、地下鉄1号線がまあえるしたのが74年かなでこの時には例えば地下の構造なんていうのは地下街なんか作ってこれはあの防空壕いざとなったらこの地下に避難するということができるんでようにしたと。 あるいはあのそ,れそれがちょっと前になるんだけども高速道路が日本の支援で、あのー、ソウルとプサンを結ぶ京武高速道路これが68年開通するんですけども、はい、これの一部の区間はこれは非常時には滑走路に転用できるように作ってる、はい、だからそういう緊張感がある中で地下に作るということがこの頃から本格的に始まるんです、はい、でこれ以後新築の物件については必ずその地下を作れと。 いうののが法律ででで決まっっちゃたたんんすすこっからその地下室の数が増えたんですよ、はい、でところがねさっき言ったけれどもあのもともとソウルっていうのは狭いところで,で一極集中がひどいとでこれが1965年に日韓基本条約であの、まあ、日本からもお金がどんどん入ってくるでベトナム戦争でアメリカからもお金入ってくるで急激な高度成長をするとやっぱり大都市部に日本でもそうだけども高度成長じゃなくて都市部に人口集中するでしょ、はい、ソウルなんかにものすごい集中するわけですよ。 そうさらに住宅地は悪化すると、うん、でそこであの韓国でその新しく来た人が部屋を普通に借りられるかと物理的に足りないと、うん、それからもう一つその韓国の,その賃貸物件の,その独特な習慣というのが当時根強くあってあのウォルセとチョンセっていうのがあるんですね、うん、ウォルセっていうのは日本の普通の家賃と一緒で月決めで払うとでところがこれは当時はマイナーでほとんどはチョンセっていう これはあのチョンセットは専門の線だったりあの電達の電だったりまあ漢字はいろいろあるんだけれどもチョンセというやり方があってこれは例えば2年なら2年分の家賃を前払いするんです。じゃ 2>, 2年分の家賃を払えるぐらいの財力というかそう仕事を持ってる人じゃない仕事なり当てがないとダメだ、うん、であるいはそれを借りるにしても。うん 小氷橋から借りるにしても借りられる人じゃないとできないですで、なんでそうなるかっていうと韓国っていうのはある年代までは基本的にインフレなんですよで、金利も高い、高かったんですだから月決めの家賃で2年契約をすると2年経つと大家からしてみると家賃の収入目減りしていくわけですよだから前もってドンともらっておいてそれを運用して利益を出してという方が良かったわけ在宅ですね大家さんもね でそうすると結局じゃあどういうふうに運用するかっていうと話ずれるんだけど、うん、その資金がいわゆる氷菓子の原資金さんになるわけですよ、うん、で今でも,今でもそのソウルなんか乗ってきたいただくと地地下鉄なんかにこうおじさんがおじさんとかおばちゃんとかがこういきなりこう張り紙ペトペト貼ってくるてあるんだけど、えー、あれ何かっていうと電話一本で何万ウォンまで融資しますみたいな、うん、日本でと50万まであの融資30万まで即。うん 入金しますみたいなあれをベトベト貼っていくる人がいるんだけどそのお金の出どころって金融業者の出どころは例えば大家さんがそこに預けて運用するわけですよ。ななるほど一番簡単なのはね<ー>で結局お金がまとまって払えないチョンセを払えない人はそういうところから借りて <laughs> だからなんかそういうぐるぐる回るっていうさ <laughs> 構造があったんだけども<ー>ただどっちにしてもそういう形でやっぱりある程度そのお金の。 手当てができない貧困層っていうのはなかなかやっぱり普通の家に住むと消費が,が高かったわけです。うん、でそうすると普通の家じゃないとどうするかっていうと空いてる地下室があるようなんです。うん、要するに新築物件なんかはあの地下室を僕らで作んなきゃいけないんだけど、うん、それ 北朝鮮がそんな日常的に襲ってくるわけではないから、ねうんうん、空いてるわけですよ。はい、そうすると空いた部屋っていうのは物置になっちゃう家が日本なんかも遠いと思うんだけどうちなんかもそうなだけ、うん、<laughs> あのだけどそういう目端の聞き手はそれをやっぱり有効に活用しているところそこを貸し始めるわけですよ。うん、でもちろんこれ違法なんだけど、うん、あ違法なんですねだってそこは防空壕だからそ,っかそこを賃貸物件にするっていうのは本来違法なんだけど、うん、でもそんなこと言ったらじゃあ韓国政府がちゃんとその低定所得者向けの住宅を維持できるんですか、うん そそうううででなないとと墓に住んでやるとかさ<ー> <laughs> そうなってきちゃゃだからそれは結局黙にだから自然とその地下施設が格安住宅になってくるでこれはもう80年代ぐらいにはそれが定着しちゃうわけですよ。で,上で、うん、そうするとそれを定着しちゃったことを前提に84年に建築法が改正されて、うん、結局地下施設をまだこれ80年ってチョン・ド・ファンの時代。 だからまだやっぱり北朝鮮が一生懸命テロってた時代ですよ、うん、あの大韓国軍爆破事件に限らずそのラングーンのさチョンドラ暗殺ミスあんなのやった時代だから一応地下にシェルターをなくすということはできないわけ、うん、だけれどもさすがに新しく住宅も足りないし新しく作るる時に今も3分の2まで埋めるっていうのは、うんうん 純粋な本当のシェルターみたいな作り方をするとこれはさすがに負担も重いということでこれは緩和したんですね、うん、戻潜ってるのは2分の1でいいと、うん、でそこで結局新築の物件なんかを作ってで1階から上は普通の物件として貸すわけですよ、はい、でその安いシェルターのところもあの、まあ、多分いろんな条件つけるんでしょうん、本当非常時には出てけとか提供しろとかってつけるにしてもそこを安いので貸す半地下住宅がこの80年以降爆発に増えるわけです。うん でさらに87年に民主化をしてノテウが政権を取るんだけれどもノテウ自体はあのー、軍人の出身でチョン・ドファンの方だった人ですけれども、うん、彼なんかはやっぱりソウルオリンピックを控えてますから貧困解消というのは非常に大きな政策になるそうすると彼は1993年の初めというのが彼の任期ですがそのまでの5年間に40万戸の住宅を供給するとそれからそういうスラム街を一掃するということを公約に掲げるわけですよ。うん で特に88年ソウルオリンピックがあるとこれはかなり有名になったんだけど中心部のスラム街を一掃しちゃったわけですよ。<ー>でスラムに住んでる人たちは強制立ち退きになるんだけどでじゃあその強制立ち退きした人間の分、うん、安い住宅が供給できるかっていうと間に合わないんだよね、うん、だってオリンピックの例えばスタジアム作ったり道路作ったりだって人手が足んないのにそこまで手もあんないけど物理的に、うんうんで。あるいは作ったとしても家賃も払えない人も大勢いたりするわけじゃない。 でそうすると結局強制立ち退きをさした人たちっていうのが、うん、一部はさらにその外側にそれこそカンナムの外側にチ <laughs> ャルドンネというやっぱりそのあのスラム街を作るこれは今あのクーロンマウルっていうところがあったりするんだけども、うん、でそういうとこつ作ったりするんだけどその中の相当部分がこの半地下なんかに流れてくるという<ー>でこの半地下が結局定職特層の,あの住宅というふうなことでなっちゃうで。 さらにその後そのオリンピックが終わって89年になるともうこの頃になってくると一応その、まあ、あの国力としては韓国が圧倒的に勝ったよねという自信が出てくるわけですようん、うん、で東西冷戦もほぼ終わってきたし北朝鮮が攻めてくることはないよねっていうある種緊張感が緩んできたということもあって、うん、でそれからまあ地下施設を作るのはこれは負担がやっぱり大きいということで新築住宅への地下建設の,そのまあ施設の設置義務がこう撤廃されると、うん、だからこれもその体制が緩和されてきた ああと経済成長ってこれあるわけですよでさらに90年になってくるとこの住宅を増やさなきゃいけないということで建築基準が緩和されて結局一戸建てじゃなくてマンションの地下1階を居住用にすることも承認されるということで、あのー、半地下住宅みたいなのは増えてくるんですねただまあ義務化されてないからここからわざわざ半地下を作る家というのは実はそこ,この後はまあとはあんまり増えてこないただまあただ今ある半地下を住居として開放するということが黙認されるから一挙に増えるわけですよ。だから、あのー、90年代 ぐらいがおそらく半地下に住んでいる人の数はピークだったろうとやっわけ。で韓国では日本の国勢調査に相当するあの人口住宅総調査っていうのを行われてて、はい、これ五年ごとにやるんですけども、で実はこの時までは半地下というのがその住居というのではないというのが建前だったんで、はい、その統計項目に入ってないんですよ。で、はい、半地下にどれだけ住んでたかっていうのがあの統計上に現れるようになった二千五年以降、二千年までは実は実態よくわかんない。だけどおそらく あの当時の,その人の証言だとか町の状況だと考えると90年代が多分一番多かった、うん、で2005年の時点で半地下に住む世帯の割合が3.7%で58万6,649世帯で3.7%ですから、うん、あの大体学校の一クラスに一人ぐらいは半地下に住んでるという。うんうん そういうい感じなんですねでそれが2010年の調査だと3%に減って2015年で1.9%に減ってきたと、うん、でその一つは大規模住宅ができてきたとかっていういろんな事情があるんだけれども一応だからその貧困者の象徴ということではあるんだけれども非常に多くの人が住んでることは事実だけども減ってはきてると、うん、ただそのことが一つ問題なのは結局韓国の,その貧困問題解消されたということとは全然違うんですよね。うん むしろその韓国の,その貧困っていうのは経済格差ってそれこそこの映画ができたの一つの背景なんだけどもあの経済格差すごく拡大してきてるっていうのはこのム特にムンジェイコンものすすごく拡大しててきるわけですよあ<ー>で例えばあの特に深刻なのは老人の貧困率ですよね、うんうん、だからあの半地下習った時にあのワイドショーなんかでも半地下に住む人々みたいな紹介してた時に、うん、割とおじいちゃんとかが。うん あとはその短期にしか住まない学生だったりっていう人も多いんだけども、うん、おじいちゃんおばあちゃんなんか出てきた時にあがあの出てくるのが多かったんだけども例えばですねあの現在の韓国の老人貧困率セントなんですよ、うん、すごい半半分分老人の半分そうだから OECD 中で一番高いと、うん、だから半地下というものがこれがまああの建物なんか壊しちゃってもうその作らないというようなことになってきて減ってきたとは言ってもそのことがその貧困の解消と全く無関係に貧困は貧困で広がっているという。うん、ただ あの見た目で、ね、ビジュアル的に貧困というのが一番分かりやすいのは、やっぱ半地下に住む人たちっていうのがあるんで、映画では捉えられてるんですけどね、うん、ただまあ,あの、そういうところで、ちょっとまあ半地下というものにちょっと、まあ、あの補足的な説明をしてみたということなんですけどね。んなんかこうやって聞くとね、映画だけ見てると分からないけど、こう韓国のこう現状っていうかが、つぶさにこう先生のお話で分、はい、かってきましたけど、へ、はい、えー、そうなんですね、あちょっと。 ね、だからまあうんあ,のあとはだからやっぱりこの映画だとあくまでもその現代劇で現在のことだけなんであの歴史的なバックグラウンドというのがなかなかないところあってこれ次回お話しようと思ってるんですけどもこの映画では意図的に観覧のことが出てない、うん、これもちょっとやっぱり一つの仕掛けがあるのかな,なということも思ったよ<わ>その辺なんかも含めてちょっと次回またお話しします。ああはい